はい、こんにちは、116インズです。先日お買い得だった超格安の FA 契約を紹介しましたが、今回はその逆バージョン、大型契約を結びながらもうまくいかなかった契約というものを紹介していきたいなと思います。 MLB という世界は活躍すればそれこそとんでもない大金を手に入れることができる世界となっておりまして、中には1億ドル2億ドルといった契約を結ぶ選手もいるんですけれども、ただ残念ながらチームが期待していたほどその契約期間中活躍できないという選手も多く存在します。そこで今回は21世紀失敗に終わった大型契約をランキング形式で10人紹介していきたいなと思います。なお今回のランキングはこちらの条件をもとにランク付けを行っています。契約初年度が2001年以降で契約の総額が1億ドル以上の契約で、そのうちすでに契約が満了しているか、あるいは契約年数の半分以上を消化した選手に今回は限定しています。またランキングに関しては契約期間中のウィンズアボブリプレイスメント、平均的な選手と比較してどれだけ勝利に貢献したかを示す指標となるんですが、こちらの指標でプラス1勝分を稼ぐのにいくらお金を要したかでランキング付けを行っています。計算式としてはその選手の契約の総額を契約期間中のウィンズアボブリプレイスメントの合計で割っています。なお契約が満了していない選手に関してはその選手の平均年俸を割り出しまして、契約の消化年数で分子の方を算出しています。ただ今回はかなり簡易的に算出しましたので、ここ20年間でお金の価値が変わっているんですけれども、そういったことは一切考慮していませんし、また今シーズンは短縮シーズン、60試合しか行われていないので、通常のシーズンと比べてウィンズアボブリプレイスメントが稼ぎにくい環境となっているんですが、こちらも考慮していません。あくまでその選手がプラス1勝分を稼ぐのにこれぐらいお金が必要だったのかという目線でご覧いただければなと思います。なおここまでいろいろ選定基準をお話ししてきましたが、ここからお話しすることは全て結果論となることをご容赦ください。それでは早速ランキングの方を見ていきましょう。第10位、ジョシュ・ハミルトン。プラス1勝を稼ぐのに4030万ドル要しました。ハミルトンといえばかつて全体1位指名を受けたこともある非常に将来を嘱望された選手なんですが、ただ薬物などの影響でそのキャリアは大きく狂ってしまいました。しかし2007年にレッズで MLB デビューを果たすと、2008年のレンジャース移籍後は MLB 屈指のスラッガーとしてレンジャースを支えました。レンジャースでの5年間は毎年オールスターにも選出され、2010年には MVP も受賞。ただ2012年地区優勝決定戦となったシーズン最終戦でハミルトンの落球が大きく影響して、レンジャースはこの試合を落とし地区優勝を逃すと、そのシーズンのオフに同じ地区のエンゼルスと5年総額1億2500万ドルの契約で FA 移籍。チームを去る際にレンジャースの本拠地がある地域に対して真のベースボールタウンではないと批判して出ていくなど、レンジャースファンに対して最後はかなり悪印象を残して出ていきました。ただエンゼルス移籍後は怪我と薬物依存に再び苦しむこととなってしまい、エンゼルスでの2シーズンは OPS はいずれも7割台といずれも低調な成績を残し、2015年には再びレンジャースへとトレードされ、このシーズンが現状ハミルトンにとって最後の MLB でのシーズンとなっています。続いて第9位はカール・クロフォード。プラス1勝を稼ぐのに4060万ドル要しました。クロフォードは20歳の時に MLB デビューを果たしまして、デビル・レイズ、現在はレイズと呼ばれていますが、このチームが弱い時代からチームを支えていた印象のあるスピードスターの選手でしたね。2010年にはウィンズアボブリプレイスメント 7.0 を叩き出しまして、FA 前最後の年に最高のアピールができたんですが、結果レッドソックスと7年総額1億4200万ドルという大型契約をゲットすることができました。ただレッドソックス移籍後、特に1年目の2011年は打率2割5分5厘、 OPS も7割を下回るなど打撃面でかなり苦しむと、シーズン最終戦ではクロフォードがスライディングキャッチを決めることができず、レッドソックスがプレーオフを逃したということもあり、かなり悪目立ちしていた印象のある1年目でした。で、2年目は30試合ほどに出た後、トミー・ジョン手術を受けることとなってしまい、残りのシーズンを全休。レッドソックスはこのクロフォードに早々に見切りをつけまして、2012年のシーズン中にドジャースへとクロフォードをトレードしました。ドジャースでのクロフォードはまずまずの活躍は見せたんですが、ただ1億4200万ドルに見合うほどの活躍だったかと言われますと、ちょっと微妙な成績ではありましたね。クロフォードは身体能力の高さをキャリアの序盤はかなり武器にして戦ってきた選手なんですが、やはりこういった選手は加齢とともになかなか成績を残すのが難しくなってくるのかなと非常に感じさせる選手ではありました。続いて第8位、ヨエニス・セスペデス。プラス1勝分を稼ぐのに4070万ドル要しました。セスペデスは契約の途中に年俸の削減に合意しているんですが、今回は元々の契約総額でこちらの方を算出しています。セスペデスは2016年のオフにメッツと4年総額1億1000万ドルの契約を結んでいるんですが、この4年間ほとんど稼働していた印象がない、非常に怪我に苦しんだ印象のある選手ですね。試合に出ている時はシーズンで30本は期待できるパワーヒッターなんですが、その試合に出るというと
ところがこの4年間は大きな問題となってしまいました。またいろいろとグラウンド外で問題を起こしていまして、自分の牧場で穴にはまって大怪我を負ってしまったりですとか、また今シーズンの途中で出場辞退を表明したんですけれども、チームに何も伝えずに当初辞退したため、セスペデスが行方不明だと報道されるようなこともありました。4年間でたったの127試合にしか出場することができず、メッツとしてはこの契約は相当悔やんでいるんじゃないでしょうかね。続いて第7位マイク・ハンプトン、プラス1勝稼ぐのに4170万ドル要しました。なんと2000年のオフの契約が今回ランクインしました。ハンプトンは99年に22勝を挙げるなど当時活躍していた左腕でして、どうしても投手を補強したかったロッキーズはこのハンプトンとなんと8年総額1億2100万ドルという当時の史上最高額の契約でこのハンプトンを獲得しました。投手にとって地獄とも言えるロッキーズの本拠地クアーズフィールドで、このハンプトンがどのような成績を残すのか注目されましたが、ロッキーズ移籍後は残念ながらかなりホームランが増えてしまいまして、ロッキーズ1年目の防御率は 5.41、 2年目に至っては 6.15 と散々な成績となってしまいました。ロッキーズにとってはかなりの不良再建となってしまいましたが、ただうまいことブレイブスへトレードすることに成功し、またハンプトン自身もブレイブス移籍後はキャリアを少し立て直すなど、ロッキーズにとってもハンプトンにとってもいいトレードにはなったのかなと思いますが、ただハンプトンはブレイブスで少し成績を戻した後、その後のキャリアは怪我との戦いが中心となってしまい、この契約の8年間でハンプトンはウィンズアボブリプレイスメント 2.9 しか稼ぐことができませんでした。続いて第6位はマット・ケイン、プラス1勝稼ぐのに4550万ドル要しました。2006年以降毎年ジャイアンツの先発ローテーションで1年間ローテーションを支え、安定したピッチングを見せてきたケイン。ケインは2011年のオフにジャイアンツと6年総額1億2750万ドルの契約を結び、チームとしても彼のこれまでの活躍に金銭面で最大限応えた、そんな契約だったのかなと思いました。そしてケインは契約初年度の2012年、この年16勝、防御率も 2.79、エース級の成績を残しまして、チームの世界一に大きく貢献。契約にふさわしいだけの活躍を1年目は見せてくれましたが、ただ契約2年目に少し成績を落としてしまうと、これまでご紹介してきた選手たちと同様にかなり怪我に悩まされることとなりました。この時期肘ですとか、それからハムストリングの怪我が非常に多かったケイン、満足なピッチングができないまま結局契約最終年の2017年シーズン終了と同時に引退を表明し、ジャイアンツ一筋でキャリアに幕を下ろしました。ケインの契約は当時右投手としては史上最高額の契約だったんですけれども、27歳のシーズンを迎えるエース級の先発投手に対して与える契約としては極めて妥当なものだったと思いますし、またタフさの象徴でもあるような選手だったんで、それだけにこの契約がここまでうまくいかなかったのは非常に残念でしたね。はい、続いて第5位はバリー・ジト、プラス1勝稼ぐのに5250万ドル要しました。ジトといえばアスレチックス時代、ティム・ハドソン、マーク・マルダーと共に強力な先発3本柱を形成していたのが非常に印象的な左腕ですね。アスレチックス時代はサイ・ヤング賞にも輝き、2006年オフに FA となった際にはどのチームに移籍するのか注目されたんですが、結局ジャイアンツと7年総額1億2600万ドル、この契約は投手としては当時史上最高額の契約でジャイアンツに加入しました。しかしジャイアンツ加入後は毎年のように180イニング以上を稼ぎ、イニングイーターとしては非常にチームに貢献はできていたんですが、肝心のピッチング内容の方が少なくともジャイアンツが期待していたものとは程遠い内容となっていまして、防御率は毎年のように4点台以上、しばしば MLB でも最悪の契約の一つと言われるようになってしまった印象がありますね。ただ個人的に契約の価値があったかなと思ったのは2012年の NLCS 第5戦、この試合の時点でジャイアンツは1勝3敗と崖っぷちに追い込まれていたんですけれども、ジトが8回途中無失点の好投を見せ、チームが第5戦を制すと、そのまま逆転で NLCS を制しワールドシリーズ進出を決めました。ちなみにジトはこのワールドシリーズ第1戦でもバーランダー相手に投げ勝つという活躍を見せ、結果的にチームは世界一になったわけですから、この瞬間のためにジトを獲得したと考えればまだ許せる契約なのかもしれない知れません。はい、続いて第4位、ここから一気にプラス1勝あたりの金額が跳ね上がります。第4位はジョーダン・ジマーマン、プラス1勝稼ぐのになんと1億ドル要しました。ジマーマンはナショナルズ時代の2012年から2015年にかけては本当に先発投手としてはお手本のような存在の選手でして、毎年のように200イニング近いイニングを稼いでいましたし、またその間オールスターにも2度選ばれるなど投球内容も伴っていましたので、15年オフに FA となった際には非常に人気のある先発投手の FA 選手だったかなと記憶しています。で、結果タイガースと5年総額1億1000万ドルという大型契約をゲットすることができて、で移籍1年目の2016年の4月は月
月間最優秀投手に輝くなど、最高の形でタイガースでのキャリアを始めることができたんですが、まさかこれがピークになるとは。その後は度重なる怪我ですとか、また球速低下に悩まされまして、昨年に至っては22試合で1勝13敗、防御率は 6.91 と全く振るわず、またタイガースでの5年間での防御率も 5.63 と先発投手のお手本のような存在だったナショナルズ時代が本当に嘘のようなタイガースでの5年間となってしまいました。続いて第3位はホーマー・ベイリー。契約の6年間合計でウィンザーボブリプレイスメントは 0.4 しか稼ぐことができませんでしたので、プラス1勝分稼ぐにはなんと2億6300万ドル必要だったという計算になります。ベイリーは13年のオフにレッズと6年総額1億500万ドルの契約を結んでいるんですが、この直前の2012年と13年は打者有利なレッズの本拠地でプレイしながら2桁勝利そして200投球回を達成するなど、かつてはトッププロスペクトとして期待されながらもなかなか成長に時間がかかってはしまいましたが、ようやく多くの人がかつてベイリーに期待していたようなそんな活躍を見せていた時期でしたね。実際契約1年目の2014年はシーズン終盤に怪我で離脱してしまいましたが、23試合で防御率 3.71 となかなかの成績を残していましたし、ここから成績をもう少し伸ばすことができれば十分契約に見合うだけの選手になれるだろうと思っていたところ、ここからベイリーはやはり多くの大型契約の失敗がそうであるように怪我と戦うこととなってしまいました。トミージョン手術を含め肘の大怪我が2回ほどありましたし、2015年から18年は、怪我の影響もあってか、防御率は毎年 5.56 以上と、本来のベイリーのピッチングとは程遠い内容となってしまいましたね。結果、2018年のオフにドジャースへサラリーダンプという形でトレードされることとなってしまいました。レッズというチームはやはり本拠地が打者に非常に有利ということもあって、なかなか FA で投手を集めるのが、難しい球団ですので、そういった背景もあってか、自前で育てたベイリーに関しては、何としてでも残したいという思いが強かったんだと思いますけれども、残念ながらこの契約はその思いがかなり裏目に出てしまった結果となりました。はい、ここからはトップ2の発表となるんですが、ここまでウィンザーボブリプレイスメントプラスを稼ぐことを前提に、ランキングの方を行ってきたんですが、トップ2の選手に関しては契約期間中のウィンザーボブリプレイスメントがなんとマイナスとなっていますので、プラス1勝を稼ぐのにいくら要したかが算出できませんでしたので、こちらご容赦いただければなと思います。では第2位の発表です。第2位はクリス・デイビス。今回唯一の契約がまだ続いている選手のランクインとなりまして、契約期間中のウィンザーボブリプレイスメントは現在マイナス 3.3 となっています。デイビスは2013年に53ホーマー、そして2015年は47ホーマーを放ちまして、当時は MLB 屈指のパワーヒッターとして活躍していまして、この結果2015年のオフにオリオールズと6年総額1億6100万ドルというかなりの大型契約をゲットすることができました。しかしデイビスはかねてより三振の多さが問題となっていまして、これまではその三振の多さをパワーで補うことができていたんですが、この契約以降はそのパワーで補うことがなかなか難しくなってきてしまいました。契約1年目の2016年は38本のホームランを放ちましたが、打率はわずかに2割2分1厘、OPS も8割を下回ると、ホームランの数は毎年減少し、2017年以降は26本、16本、12本、そして今年に至ってはついに0本と自慢のパワーが発揮されていない状況です。2018年は規定打率に到達した選手としては、史上最低の打率1割6分8厘を記録し、シーズンのウィンザーボブリプレイスメントも衝撃のマイナス 3.6 という、とてつもない成績を残し、現在に至っています。オリオールズとの契約はあと2年残っていますが、チームも最近は若手主体のメンバーにシフトしつつありますので、正直いつ解雇されてもおかしくはないのかなっていうのがデイビスの現状でしょうか。ということで、なかなかショッキングな成績を残したデイビスが第2位となりましたが、いよいよ第1位の発表です。第1位はライアン・ハワード。契約期間中のウィンザーボブリプレイスメントはなんとマイナス 4.8 となりました。ハワードといえば2006年 MVP に輝き、日米野球で来日した際にはその怪物級のパワーを遺憾なく発揮したのが大変印象的な選手ですよね。2006年以降毎年 MVP 投票では10位以内に入る活躍を見せ、フィリーズはそんなハワードに対して2010年の4月に2012年から16年までの5年契約総額1億2500万ドルの契約で契約延長することを決めました。かなり早い段階での契約延長だとは思いますが、
ただ契約の時点で毎年 MVP 級の成績を残していた選手であることを考えれば、まあそこまではおかしくはない契約なのかなと思いましたが、ただフィリーズにとって不幸だったのは、このハワードの5年契約が始まる直前の2011年のプレイオフで彼はアキレス腱を断裂するという大怪我を負ってしまったんですね。この怪我がここまでのハワードの素晴らしいキャリアを本当に狂わせてしまった、そんな怪我となってしまいましたね。12年のシーズン中に復帰を果たしたハワードですが、71試合で14本のホームランと、ホームランのペースはまずまずでしたが、OPS はわずかに7割1分8厘と、MVP とは程遠いような打撃成績でしたし、その後も半月板損傷で、またも大怪我を負ったこともあり、結局彼のバッティングが再び上向くことは残念ながらありませんでした。怪我さえなければというのは、今回ご紹介した選手の多くにも言えることだとは思いますが、このハワードに関しては、本当に5年契約が始まる直前に、選手生命を脅かすような大怪我を負ってしまいましたので、どうしても怪我さえなければどうなっていたかなと思ってしまうような、そんな選手ではあるかなと思いました。ということで今回21世紀ワーストの契約はライアン・ハワードということになりました。ハワードにしても他の選手にしてもそうなんですけれども、やっぱり怪我で狂ってしまうという選手が今回非常に多かったなという印象がありましたね。昨今様々なデータ分析ですとか、トラッキングデータの発展によって選手の現状を正当に評価する手法というのは非常に増えてきましたが、それでもなかなか選手がその後どうなるか、選手の未来を占うというところは、こういった長期契約の失敗などを見ていますと、まだまだ難しいんだなと、どうしても感じてしまいますね。コンフの FA 市場においてもおそらく多くの大型契約が新しく誕生するかと思いますけれども、果たしてその契約は吉と出るのか凶と出るのか、どちらになるんでしょうかね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね、メルビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。